ストタイプ、オイルタイプ、いろいろありますけども、結局どう違うんだという部分についてお伝えしていこうと思います。まず大きく違うのは仕上がりが違います。重たさというか軽やかさというか、そういった部分で差があります。オイルタイプ、ミストタイプ、ミルクタイプなどがあるんですけども、基本的にはですね、ミルク、オイル、ミストの順番で、だんだん軽くなっていきます。軽いっていうのはふんわり仕上がるということですね。なので例えばしっとりと仕上げたいっていう場合は、間違いなく、ミルクタイプ選んでいただく方がいいと思います。非常にこう油分であったりとかダメージ吸収成分がたくさん入ってますので、髪の毛の表面というよりは内側に染み込んでいってくれるようになっているので、髪全体に重たさを出してくれます。なのでまあロングスタイルで毛先がパサッとなんかダメージで広がっちゃうっていうような方は、オイルとかよりもミルクとかの方が結構しっとり仕上がってくれていいんじゃないでしょうか。でその反対側にいるのが、ミストタイプですね。見えるんですかね、霧で出るタイプ、非常に軽いです。なので素髪の状態よりも、重たくなることはありません。主に、ふんわりさせたい方ですので、細毛の方であったりとか、もしくはそのパーマとかでふわっとさせた仕上がりを求めていらっしゃる方とか、あとはあのコテで巻く方とか、そういう方はどちらかというとミストの方がスタイルの持ちもいいんじゃないでしょうか。なので、まあ、ミルクとミストはもう真逆になってて、ちょうどその中間にいるのが、オイルタイプになってます。オイルは、まあ、言ってみたら結構万能なので、何かつけようかなっていう方はまずオイルからスタートしてみてもいいんじゃないでしょうか。でオイル使ってるけどもうちょっと軽い方がいいなってなったらミストとか、オイル使ってるけどもっとしっとりさせたいなっていう場合は、ミルククリームタイプとかっていう風にそこから派生していっていただけると、非常に自分に合った洗い流さないトリートメントを選べるかなと思いますので、まあ、ちょっとね今後洗い流さないトリートメント、夏になってくると紫外線とかの影響もあって髪にダメージが出やすくなります。こういうのつけておいてあげると、ダメージケアにも必要になってくれますので、まだねつけてないよっていう方、まあ、特に女性には絶対つけてほしいなと思うんですけど、洗い流さないトリートメント、ぜひね自分に合ったものをつけていただければいいのかなと思いますので、今回ね少しでもそういった部分に対して参考になればなと思います。それでは今回もねご清聴いただきありがとうございました。また今後も皆様の、疑問であったりとか、もしくはねこういったことを知っておいてほしいなっていう美容師目線でのお話っていうのをちょっとさせていただければなと思いますので、また今後もよろしくお願いします。では今回もありがとうございました。